転生前、高校生の頃は一時期小説家になりたかったですね。すぐ諦めましたけど。お父様やお母様のような偉大なバウアー貴族になることです。きっとなってみせますわ。秋ですね。食べ物が美味しいです。秋ですわね。過ごしやすくて読書にスポーツにと色々しやすいですわ。勉強はあんまり得意ではなかったですが、かろうじて国語ですかね。あら、私に苦手な科目なんてなくてよ。教養、魔法、礼儀作法、何でもござれですわ。スポーツはからっきしです。お宅に体を動かすことを要求しないでください。ダンスですわね。貴族の必須教養ですし、コミュニケーション手段としても優秀ですわ。正直あんまないです。強いて言えばこの体は魔法が得意なので便利かなーくらい。全てですわ。大体欠点があるなら直せばいいじゃありませんのよ。メイド仲間のレーネとお茶したりしてますね。基本はクレア様にべったりですけど。勉学に励んだり社交をしたり、普段とあまり変わりませんわね。一番会いたい人と会えたので、今はそうですね、元の世界の両親ですかね。お母さん、いえ何でもありませんわ。そうですわね、戦士様とお話できたら幸せですわね。早起きして自分の身支度を終えたら、クレア様を起こして身支度して朝ごはんですね。起きたら着替えて顔を洗って髪を整えて朝食ですわね。信じてなかったですけど、この世界は普通にいますよね、アンデッド。信じてませんわ。幽霊とアンデッドは違いますのよ。幽霊なんているはずありませんわ。温めたミルクとかをちょっと飲みますね。だいたいそれで寝られます。レーネにホットチョコレートを作ってもらってそれを飲みますわ。